の動画、見ていただいてありがとうございます。今日はちょっと夜中なんで、なんか演奏しようかなと思ったんですけど、この前からの自己紹介、やり始めて、そして楽器紹介をやってくれということですね。前回まで、いろいろなトランペットの種類8種類とかですね、あと、打楽器のちょっとこう、なんていうかね、ちょっとヨガで使えそうな神秘的な、ヒーリング的な楽器を紹介しましたけど、今日はなんか作曲法ですね、初心者ですね、初心者のための作曲法を、誰でも簡単に作れちゃうっていうのを、本当、初めてやったことがない人とかにですね、ちょっと簡単に、紐解いていきたいと思いますので、どうぞ皆さんリラックスして、全然難しくないんで聴いてください。はい、ですね、そしたら今日3つのコードを使いますので、学校の時に先生起立、こういうの昔ありましたね。先生つけレイみたいな感じで、これは実際、これは誰でも分かってますけど、1度っていうドミソドミソで、それが今度ドレミファソ、今度5度の1、2、3、4、5、5度ソシレ、はい、これ5度の和音で G と言います。これ C って言いますね。C 波長調。C、D、E、F。今日は C と F と G しか使わないんで、これをちょっとやってみます。C。C、G、C ですね。まずこれ、2つのコード、皆さん覚えましたね。ドミソ、ドレミファソ、ソから、ソ、シ、レ、ソ、ラ、シ、真ん中と真ん中と真ん中とって、ソシレ、はい、これでも曲できちゃうんじゃないですかね。次に今度、さっき通りすがっていったドレミファ、このファのファーラードだ、ファーラード、このまま手をこうやるだけですね。 C、G、 今度その、真横に行くとファーラード、ファラじゃない、ファラード、ファーラード、ドミソファラード、ソシレ、そして花がまたドミソ、花だ花だ赤白、またそしれ G、 どの花、初めて F が出てくるんだね、これ、あ、花だ、してまた C にも乗ります。次が G か、きれいだな、このコードで C、F、G、 これだけでも曲ができます。誰でも、もうこの田中やるだけで、それはギターでも一緒ですね、例えばギターでちょっとやってみましょう。これ C ですね。 Fはい、例えば有名な曲、これ何があるかっつったら、ファラララララララン、ファラララララララン、それ青春のボーカルプレッシャー、省略ラババンバン、ラババンバン、これ C と F のずっと繰り返しです、はい、こんな曲がもう結構簡単にできちゃうんですよ。
何でも自分でメロディーを浮かべるやつですね、はい、でピアノでやるとまたちょっと感じが変わってくる。はい、これ教えましたけど、でもこれだけだったらちょっと味気ないなっていうのがちょっとありまして、この CFGE ずっとこっちをベースをそのまま弾いとって、でこうやってベースは同じ C ですね、 C 分の F とか C 分の G とかこう分数コードをつけちゃうんですね。そしたらなかなかかっこいいのができます。はい、 C からいきます。次 C から次 F の分数コードを入れます。だから C の上に F がいくだけ。G が乗っかる。今度 C の C ばっかり上にしていくことで、下のベースを F、あ、C とか F とか G にベースを今度反対にします。今度交互にこっちを CFG って上を動かしたり下を動かしたりで、もうこの分母と分子がただ CF とこう繰り返しみたいな感じでちょっと曲作ってみます。なんかマイケルっぽいですね。ただこれは3つのコードをただね、分数にしてるだけ。単純さっきのラバンバのこれもいいけど、これをちょっと分数で入れ替えてるだけです。でこれを今度極端にすると C のベースをどんどんこう動かしていくんですね。どん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 動かして、そして 2-5 って言っても、これ音楽の癖なんですけど、2-5 っていうのは、ドレ2番目 のこの音を D マイナーっていうんですけど、はい、でこれから G に行くっていうのはなんかもうお友達みたいな感じですね。この G ソシレに行くの 2-5、 これは代理コードって言って、G のまあちょっと子供のコードみたいな感じだから、一回C に行って G に行くんだけど、 C から G、 あ、 C から D、 G7 に行くとちょっとワンクッションなんかちょっと友達の家遊びに行って本家のとこに行って戻ってくるみたいな感じで、ちょっとその 2-5 やってみましょうか。 C で 2-5の話戻しますけど、 C からずっとベースを下げていきます。最後2番目 の D マイナー 2-5 に行って1回戻してまた元に戻しますね。そしたら十分かっこいい曲ができますんで、
頭に曲の頭に戻ってまた詩分数とか使う。F、G 使って、そしてこの C からずっとこっちのコードは C でずっとベースを落として最後のドレ、レの音とレファ、レファラかな2、5で G に戻る。それだけちょっと勉強しましたけど、もう本当にこれでもう何百曲って曲書けますんで、本当即興で作ってみましょうか。下のベースを上に上げるやり方もあるんですみたいなね、曲なんて作れますんで、まずは咲いたみたいな感じでこのゴールデン曲作ってもいいし、そして今度分数でエリみたいな感じで作ってベースを下げていくとか、もう一つおまけのことを言うと、今日イギリスのちょっとマスクをつけてるんで、イギリスの曲って C から7番目、ドレミファソラのフラット、このここのここに行きたがるんです。ちょっと気品があるっていうか、アメリカだったら C から F とか C から、よくブルースとかでも使うんですけど、でもダダ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 はい、というわけでちょっといろいろ弾いてみましたけど、もしわからなかったがあったらコメント欄で、僕はテロップとか何も作らずに簡単に説明していきますので、次はですね、これに、もしこれが良かったらですね、3番目のコード Em と Am、 これ6番目のコード、3番目 Am のこれをただ押さえてるだけです、ブロックコード、そして1、2、3、4、5、6、 6番目のラドミ、これ Am なんですよ。これこういう感じになります。で2、5、はい、こういうの使います。ホイットニー・ヒューストンのジャル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 、これ2、5、エレガントな曲が
できますので、まだディミニッシュとかいろんな、ね、こういうこれディミニッシュのコードって言うんですけどね、歌謡サスペンスのコード、違う、このコードをちょっと取り入れるとパーティーでも行きたくなるよ。で、2-5したいと思います。はい、じゃあ夜中だったんでこれぐらいにしたいと思います。今日はありがとうございました。高野作曲講座でした。 Thank you。